はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。これはですね、日経新聞の18日に出ていた記事ですね。ロシアでインフレ再燃、戦時下でも内需好調、中銀利上げと、日経ベリスタの記事ですけどですね、これは読めるんですね。で、まあ、読んでいきましょう。ロシアでインフレ懸念が浮上している。ロシア連邦統計局は9日、2024年4から6月期の国内総生産が前年同期比で 4% 増だったと発表した。僕は信用しません。信用しません。もうロシアとかね、中国とかっていう国はですね、平気で嘘つきますからね。ウクライナ侵略に伴う軍需関連が伸び5四半期連続のプラス成長だった。戦時下でも好調な経済を受けてインフレ基調が再燃しており、あまりにも素直に考えすぎちゃいますか。物が不足してるからインフレなんちゃうんでしょうかね。ロシア中央銀行は利上げで過熱感を抑えようとしている。まあ利上げは正解ではないかなと思いますね。ただ元でもかなり高い利息でしたよ、確か。中ロシアはロシア経済発展省がまとめた報告によると、同期間は製造業が 7.3% 増となった。これはね、ある意味そうかもしれません。というのはものすごい増産してますから、大砲とか砲弾とか弾薬とかってものすごい消費してますから、なんせ1日1万発撃ってるんですよ、ロシア軍って砲弾を。それ作らなあかんわけですよ。だからものすごい増産ですよ、そこだけで。それを全部政府が買ってるわけですよ。だからある意味 7.3 は嘘かもしれませんけど、 5% ぐらいはですね、増産増えてると思います。軍需関連と見られる化学や自動車などの伸びが目立った。国内生産の拡大が内需を押し上げる状況が続いており、非製造業では小売が 7.3% 増加するなど、それは嘘っぽいな。拡大基調が続くと。24年通年も GDP はプラス成長が続く見通しだ。ロシア中銀は7月24年通年の GDP 成長率を 3.5 から 4.0% 上方修正。国際通貨基金 IMF も 3.2% 増と見ており、23年に続く2年連続のプラス成長。ちょっと嘘くさいですけどもですね、多分ね、軍需がものすごいんですね。だからですね、まあ、なんて言いますか、一般人の暮らしが OK やんっていうふうには絶対なっていないはずです。というか、多分物資が不足してると思います。生活必需品もですね、不足気味ではないかなと思いますね。ある程度中国から入ってきてるとは思うんですけども、元からね、ロシア経済ってそんなに強くないんですよ。ロシア経済っていうのはね、基本的にロシアが産出するエネルギーと、エネルギーを外国に売って、それでロシア国民を食わしてるんですよ。世界1番か2番ぐらいの産油国なんですね、ロシアって。でガスも出ますし、それを外国に売ってロシア人がそれで食っているという図式なわけですよ。もうあとはね、食料は自給できるんですね、ロシアという国は。なんでですね、それでなんとかであって、そんなもんね、あんだけ広い国でしょ、インフラ整えるのも大変でですね。で1億4000万の国民がいるのに GDP は韓国並みなんですよ。つまり簡単に言えば、韓国人の3分の1の所得しかないということなんですね。ロシア人は1人当たり貧しいでしょ。僕らはモスクワの綺麗なところだけ映像で見てるんでですね、ロシアって素晴らしい国だと思いますけども、全然そんなことない、もうクソ田舎の国です。それがあんな無理な戦争をしてるんです。経済が持とうはずがありません。持つはずがないのに何とか持っているのはですね、石油とガスをですね、中国やインドや、ですね、一部ヨーロッパに売ってですね、その代金を外貨で得てるからに他ならないんですよね。なんでですね、変な話、ロシアとインドがですね、インドと中国がですね、ロシアからエネルギーを買わなければですね、ロシアは立ち行かなくなるんですよ。で中国が物を売らなくなればですね、ロシア人は生活必需品にも多分こと書くような窮乏生活を強いられることになるんですけども、中国が物を売ってるんですよ。いろんなものを売ってるんですよ。中国何でも作ってるでしょ。だって僕らの身の回りならもう大体中国製でしょ。こういったものはやっぱりロシアにどんどん流れてるんですね。
でロシアはですね、安い金で中国にですねエネルギーを売らされてですね、その金を泣く泣くまた今度は中国から元物を買うのに取り返されてるんですね。だから中国本来じゃあロシアは本来ですね、中国に対してものすごくですね恨みを抱いてるはずですよ、この戦争で。まあ中国以外に相手してくれないんでしゃあないから中国にですね石油を売ってますけどね。で石油価格さえ下がればですね、ロシアという国はぶっ飛ぶんですよ。で石油の価格がなんで高いかというと、バイデンがアホな石油政策をするわけからです。 CO2 やめようという変なグリーン政策をするしたからなんですよ。だからバイデンの政策が結局ロシアのウクライナ侵略を生んでるんですよ。でウクライナ侵略の戦争を長引かせてるのもバイデンがアホな CO2 のグリーン政策対で、CO2 をですね水泡しようとする変なグリーン政策をやめないからなんですね。結局ね、オバマとバイデンがこのウクライナの戦争を招いたと言っても過言ではないんです。オバマはですね、そのロシアのウクライナ戦略のでウクライナを侵略する最初の2014年のクリミア半島占領をで東部への侵入をですね黙認したんですよで自分たちは介入しないと宣言したんですよ。でプーチンに舐められたんですね。結局だからアメリカのね、オバマやですねバイデンというのはろくな大統領ではないです、私から見ると。もちろん日本は直接被害を受けなかったんでね、まあほっといたらええやんっていう話ですけどですね、石油価格が上がったんで僕らはこの物価高に苦しんでるわけでしょ。それはバイデンが悪いんですよ、はっきり言って。はっきり言ってあいつ、あのおっさんが、あのじいさんがええ格好しようするからですね、我々が苦しんでるわけです。まあそれは置いといてですね、ロシア経済が元をはずがないんですね。でこれはね、この日経の記事、日経ベリタスですけども、正確には、はですね、ロシアの発表を鵜呑みにしてですね、それをベースに、ロシア経済悪くないというふうに見てるんですけども、それは大本営発表だと私は思っています。ね、戦争してる国ですからね、弱いところは見せられないんですよ。で、今、ロシア国内にはほとんど西側の報道機関入っていないはずなんですね。なぜかというとですね、入っていると逮捕されてしまうんでですね、変な報道すると。だからほぼみんな引き上げてる状態なんで、今ロシア国内の情報なんかほとんど入ってこないじゃないですか。戦争は全部ウクライナ側のですね、情報でしょ。なんで、多分ロシア国内で相当急防してるんちゃうかなと思います。で、プーチンがね、あれだけね、動員を嫌っているのはですね、ロシア国民は急防していてですね、動員をかけるとですね、さらにですね、ロシア国民が自分から離反をしていくっていうのを恐れてるんですよ。だから動員をかけられないわけですね。だから我々が思ってる以上にロシア人たちは生活に不便を感じていてですね、プーチンはそれをハラハラしながらですね、なんとかしようとしてるんですけども、なんともならないと。だからせめて動員はやめてですね、外国人をだまくらかしてですね、兵隊にしてようと、そういうことをやってるわけです。ロシアには徴兵できるこう権利のシステムがあるんですよ、政府に。それを使っていないんですね。まあ、それだけプーチンはロシア国民を恐れているということなんです。経済が良かろうはずはないですよ。書いてあるけど、書いてあるけど私は信じませんよ。はい、ということで、この日経新聞の今読みかけましたページ、ロシアもちゃんと成長してんでっていう、なんとも嘘くさい内容ですけど、まあ、書いた方にね、悪気はないと思うんですよ。ロシア政府の発表する数字をそのまま信じていればそうなりますからね。でも嘘くさい発表だと私は思います。一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。